それでは、本日はですね、一応報道カメラマン半世紀にあたる、現在も現役として活躍されています、佐々木恵子カメラマンからですね、数々の昭和史の、まあ、スター、のスクープ写真ですねの紹介をしていただきたいと思います。そしてここにですね、一応ビートルズ来日のスクープ写真が並んでいます。これは、1966年昭和、41年の6月にビートルズが、来日しました。これはもう昭和戦後最大のですね、音楽的な舞台事件でありますが、この時にですね、ここにあるような、まあこれ以外にもたくさんの、ビートルズの写真は撮られていますが、まあ一枚一枚非常に素晴らしいですね。この、一番、右にあるのがジョージ・ハリスン、これからリンゴスター、リンゴスターね、いやリンゴスターじゃないよ、これポール・マッカートニーですね。ポール・マッカートニーね、本当可愛いね、今ね、この前も来日してやってましたもんね。それからジョン・レノンですね。本当こういう写真を真正面からね、どうやって撮影されたのか。そして、リンゴスターが一番この左であります。これの撮影のですね、経過に関しまして、ちょっと恵子さんの方から説明していただけますか。ジョージ・ハリスンとポール・マッカートニーは、はい、ホテルの玄関前で撮ったんですが、はい、こっちにファンが何百人もわーっというところで、うん、私がこの車から出てくるのを撮れたというのは、どうして撮れたのか。だからファンだったら必ず追い出されているんですけど、一応プロ用のカメラを持っててワンションもしてるんで撮れたと思います。ちょうど車から降りて買い物した後ですか。これ買い物じゃないんだ。公園の後だよね。公園の後ね。暑いからタオル巻いて、みんなそういう格好して。そしてその撮影された場所は、現在のキャピタル東京。キャピタル東京の昔は、ヒルトンホテル。東京ヒルトン。東京ヒルトンだったね。そしてまあこのジョン・レノンはですね、なんか買い物のこれは袋を下げてるんですか。次の日に、はい、ホテルを抜け出して、はい、表参道の骨董屋に行ったらしいんです。はは。そこで買ってきたものを持ってて、エレベーター前で撮ったり、地下駐車場。そうですか、うまく、いやいや、地下駐車場のエレベーターの前で、うまく、そこにこれ張り込んで、一人だけ張り込んでたわけ、私が、一人だけ、さすがですね。まだ新米の講談社のヤングレディーのカメラマンに入って2年目でしょ、ちょっとこのカメラの方を、見てちょっと喋ってください。どういう作戦のことやったんですか。そのスクープ写真のね、撮り方というのはちょっと、新米のね、これはね、ジョン・レノンがサービスでこっちを向いてくれたと思うの。ああ、当時しかしこの周りにね、ファンなんかもいっぱいこのおったんじゃないの。いや、ここはいない。いなかったの。ここは中だからいない。いない。あ、そうか。中には一切もうこれファンは入ったらいかんってことで。入れない。恵子さんの場合はじゃあワンション巻いてるから自由だったと。あ、そうかそうか。だから今でこそもっとすごい厳しいけど、いくらワイションワの相手だって入れない、こういう状態は、現在だともうちゃんと線かなんか引っ張ってね、撮影はこの場所だけということでやってますよね。これまたジョン・レノンの写真も本当にいい表情してますね。ね、このこっちを向いてくれたよね。ね、ピシッと真正面が映してね、
この骨董って何なのこれ。骨董何なんだろうね、うん、どっかに書いてあったけどね、結局わかんないね、うんうん、そしてこの、ね、リンゴスターのはこれはあの同じこのエレベーターの前ですよね。いや違う、違う場所でまた、うん、うん、違うね。これは公演後か次の日のね、うん、公演後かもしれない。公演後、うん、でほら面白いのは、うん、この後ろに、うん、ジョージ・ハリスンの何だっけ奥さん、おとりっていうか何が言うの見てないか、ほらあのそれが面白いな。女性が、え女性でしょ、それは違うの、女性じゃないよ、男性が、それ似てる、うん、おとりじゃなくて、なんていうんだっけ、うん、そういう付き人でしょ。いやいや、付き人じゃないよ。おとりじゃなくて、似てる人をわざと、うんうん、ああ、そうかそうか、それ、これだな、これこれ、あこれですって、そこにちょっと刺してください。どれ、これと、あ、そうかそうか、このちょっとそのジョージ・ハリスンの車に乗ってる人、うん、あだって同じ格好してる、同じ人物か、じゃあ4人とも一人一人、いや見回れてきたのかな、あとは見てない、この人だけ見てる、うん、じゃあ結局ガードマンじゃないの、ガードマンじゃない、ガードマンじゃない、だって同じ格好してんだもん、うん、公園と、うん、このジョージ・ハリスンもね、車からこの出る瞬間うまく捉えてますね。うん、ね、うん、だからそう、これで撮影したカメラはライカとかなんとか、うん、ニコン、みんなもうライカのニコンみたいな一眼レフじゃないと撮れない。あ、そうなんだ。うん、おはおはお、それでやっぱり、ね、瞬間的にシャッターチャンスをビシッと捉えて、うんうん、今のストロボと違って。うん、1枚撮ったらしばらく 2,3 秒は撮れないの、だからずっとシャッターチャンス狙ってピシッて1枚撮る、ああ、うん、1枚必殺だね、まあ ね, ね、うん、1秒ぐらいやっぱ今ベベベベベって撮れるけど、撮りすぎだよね今の場合、今の場合もうシャッターさえ置いていくわね、もう何枚でもいけるから、動画逆にね、1秒必殺じゃないけど1枚しかないという決定的なね表情をちゃんと見てて、こちらを向いた瞬間にババッとこれね、こっちという。だからその代わりこれ目つぶったら最後なんで、つぶってないからよかった、うん、そうね、うんうん、このまだね、マッカートニーの写真が素晴らしいね、これね、いい表情してるね、にっこり笑ってね、やはりビートルズの中では一番男前ですね、ハンサムだね、そうだった。でもビートルズの中ではジョン・レノンが一番上なんだよね、上っていうか格がね、 あ、そうなの、そうだよ、うん、というのは作詞やってるからでしょ、え作詞、いやいや作曲はってやってるけど、やってるけども、うん、年齢的にも一番上ってこと、あ、分かんない年齢は、うん、これは本当にね、この写真は本当あの本人にね持っていってあげれば、喜ぶじゃないと、うん、この前の来日記念のね、段階でね、本当に、うん、そして、もう一度ですね、このジョン・レノンのこれをしっかり写してみましょう、ね、これはやはり世紀のジョン・レノンのね、だからそのほら骨董市で買ったにしても包み方が雑だよね、うん、骨董市、骨董屋さん、あ、そうかね、ほら、うん、よっぽどなんか木のね、木なのかね、これなんか木造か、何木造か何かなのかな、どっかに書いてあったな、うん、あ、仏像かもしれないね、うん、そしてこういうねスクープ写真が撮れた秘訣というのは、秘訣、秘訣は恵子さんがやっぱりまあその不安のね女子学生からまあそのあたりとの、見てるようなまあ格好で言ったわけです。そうでもないよな、いやそれは腕章してるから、私腕章してるけど、うん、あのそんなにカメラマン、カメラマンっていう格好をしないから、あ、そうか、そうか、普通の いくつだった、はい、30、20、え、41、23か、うん、
通の女の人の格好しちゃうから、うん、しかしそのと結局講談社にこの写真のね、2年前に入ったのは東京オリンピックの段階で女子選手村を取材できるという言うんで、そのために女性カメラマンを初めて募集した、その第一声ということで。いや、募集までいかない、うん、カメラマンはどうやって 入るかっていうのはみんなつてだから、うん、あそうそうそう、つてつてっていうか、コネというか、うん、どっかにいないっていうふうに聞いカメ、うん、他のカメラマンに聞いて、うん、私のところに話が来たと。話したと、しかしその前からカメラの勉強はもうずっとやってたんですか、うん、だから私は講談社の仕事もしてる人のとこに助手に入って入って、うん、助手に入ってその人が言ってきてくれた、うん、でその入ってから一応2年目にこの世紀の特ダネを入って、うん、ねこれはじゃあ、ヤングレディのトップページにドカンと載ったわけですかねえどのぐらいやったかうん、覚えてないのか、うん、どこに、うん、そのページどっかに取ってあると思うけどね、うん、うちのゴミの山から探すと、うん、そしてまあそのままジョン・レノンもね亡くなるしジョン・レノンももう来日からちょうど66年だから50年ですよね。でこれだけのもう20世紀最大のスーパースターだったんで、やはり写真を借りたいっていうのはもう引き出しはあるんですか。そう引き出しはない。ビートルズを持ってる半券の会社からちょっと貸してなんていう。どうも何にも言ってこないよ。何にも言ってこない。何も言ってきません。フラッシュでもやったし。そう、うん、しかし、ジョン・レノンもだけどもね今、経験残ってるのは、分かったんだから亡くなってないのみんな生きてんじゃないのジョン・レノンだけかジョン・レノンだけじゃないの亡くなってるのあ、そうですただ、ポール・マッカートニーだけ音楽を続けてるっていうあ、ポール・マッカートニーだけなんじゃないかな、分かんないな、うん、ジョン・レノン殺されたんだからね殺されたからね、うん、それも12月8日だからね12月8日真珠湾の日我々が12月8日って言ったら真珠湾と思うけどね、うん、音楽ファンは12月8日何の日ですかってジョン・レノンが亡くなったりああそうなんだそうですねこれが佐々木恵子さん50年には報道カメラ女性報道カメラマンの世紀のスクープの裏話であります。